符号理論、符号理論、符号理論は、情報を符号化して、通信を行う、際の効率と信頼性についての理論である。符号は、データ圧縮、暗号化、誤り訂正、ネットワーキングのために使用される。符号理論は、効率的で信頼できるデータ伝送方法を、設計するために、情報理論、電気工学、数学、言語学、 計算機科学などの様々な分野で研究されている。通常、符号理論には、冗長性の除去と、送信されたデータの誤りの検出、訂正が含まれる。符号化は、以下の4種類に分けられる。情報源符号化、データ圧縮は、データを、より効率的に送信するために、情報源からデータを圧縮しようとする。例えば、ZIP データ圧縮では、 データファイルを小さくしてインターネットトラフィックを削減する。データ圧縮と誤り訂正は組み合わせて検討することができる。通信の符号化、誤り検出訂正は通信路上に存在する雑音などの障害への耐性を強化するために余分なデータビット、上長ビットを追加する。この技術はあまり目立たないが、例えば音楽 CD では、 リードソロモン符号を使って傷や埃による誤りを訂正している。この場合の通信炉は CD 自体である。携帯電話も高周波転送におけるノイズや減衰による誤りを検出訂正する技術を使っている。一般にデジタル信号による通信には必ず何らかの誤り検出訂正技術が使われている。1948年、クロード・シャンは論文 通信の数学的理論をベルシステムテクニカルジャーナルの7月号と10月号の2つの記事で発表した。この論文は送信者が送信したい情報を最適に符号化する方法の問題に焦点を当てている。この論文ではノーバート・ウィーナーが開発した確率論を使用した。当時、確率論は通信理論にはほとんど適用されていなかった。シャノンは メッセージの不確実性の尺度として情報エントロピーを開発し情報理論の分野を本質的に創始した。1949年に二元語例符号が開発された。これは24ビットワードごとに最大3つの誤りを訂正し4つ目を検出することができる誤り訂正符号である。1968年リチャード・ハミングは ベル研究所在籍中の成果である数値、計算方法、自動符号化システム、誤り検出訂正符号でチューリング賞を受賞した。彼はハミング符号、ハミング窓、ハミング距離という概念を発明した。情報源符号化の目的は、情報源におけるデータをより小さくすることである。データは確率変数フォーミュラ1として見ることができる。 ここで、フォーミュラ2は、確率フォーミュラ3で現れるものとする。データは、アルファベットフォーミュラ4からなる、文字列、単語で表されるものとする。符号は、以下の関数である。フォーミュラ5、空文字列が、アルファベットの一部でない場合は、フォーミュラ6。フォーミュラ7は、フォーミュラ8と関連する、符号語である。符号語の長さは、以下で書き表される。 フォーミュラ9、期待される符号の長さは以下で掛け表される。フォーミュラ10、符号語の連結はフォーミュラ11である。空文字列の符号語は空文字列そのものである。フォーミュラ12、情報源のエントロピーは情報量の尺度である。基本的に情報源符号化では、情報源に存在する冗長性をなるべく排除しようとし、より少ないビット数でより多くの情報を。 格納しようとする。データ圧縮の手法として、特定の確率モデルに従って、メッセージのエントロピーを最小化する手法を、エントロピー符号と呼ぶ。情報源符号化として、情報源のエントロピーの限界を達成しようとする、主義法がある。ただし、理論上限界とされる、以上の効率は達成できない。ファクシミリ伝送では、単純な連長圧縮符号が使われている。 情報源符号は、送信には必要でない余分なデータを削除し、送信に必要な帯域幅を減少させる。通信の符号化の目的は、なるべく高速に転送でき、なるべく多くの符号を含み、誤り検出訂正可能な符号を生み出すことである。これらの目的は互いに相反するため、用途によって適切な符号体系は異なる。符号に求められる特性は、 転送中に発生するエラーの確率に依存する。例えば、CD では、誇りや傷による誤りを訂正することを、主に考慮している。したがって符号は、インターリーブされた形式となり、データは、ディスク面のあちこちに分散される。良い符号とは言えないが、単純な繰り返し符号を例として考える。例えば、何らかの、音声のようなデータのブロックを3回送信するとする。 受信側は3回受信したデータブロックをビットごとに比較し、多数決で正しいデータを決定する。これを少しひねってビットの送信順を変えてインターリーブさせる。データを4つの小さいブロックに分割し、1つ目のブロックの1ビット目の次に2つ目のブロックの1ビット目という順に送信するのである。これをディスク面全体に分散するよう3回繰り返す。 このような単純な繰り返し符号ではあまり効率的ではないが、実際にはもっと効率的な符号を使って情報をインターリーブし、ディスク面の一部に傷があっても誤り訂正できるようにしている。別の用途にはもっと適した符号が別に存在する。宇宙空間での通信は受信機の熱雑音の影響が大きく、これは CD の傷などとは異なり、 連続的なノイズである。電話回線を使ったモデムではノイズがあるために転送速度が制限されるが、それと同様である。携帯電話は減衰が問題となる。高周波では受信機がほんの数センチ動いただけでも減衰により信号、を捉えられなくなる。このような減衰に対処する通信の符号化の技法も存在する。大数的符号理論とは、 符号の特性を大数学的に表現し研究する分野である。大数的符号理論は基本的に以下の二つの符号に分類される。主に符号の以下の特性を分析する。線形ブロック符号は線形性を有している。すなわち、任意の二つの符号語の総和も符号語であり、情報源のビット列のブロックにもそれが適用される。そのため、線形ブロック符号と呼ぶ。 線形でないブロック符号も存在するが、それで良いかどうかを証明することは困難である。線形ブロック符号はで表され、それぞれ以下のような意味を持つ。線形ブロック符号に属する符号として、以下のようなものがある。ブロック符号は、効果を敷き詰める問題と関係している。これは二次元で考えるとわかりやすい。効果を何枚もテーブルの上に並べ、なるべく中密に敷き詰める。 すると、ちょうど蜂の巣のように、勢力角形状に敷き詰められる。しかし、ブロック符号はもっと高次元であり、容易に視覚化できない。宇宙空間での通信に使われた強力な五霊符号では24次元を使っている。一般的な二進数の符号では、次元は符号後の長さとなる。符号理論では、N 次元級モデルを使う。例えば、 テーブル上の円に何枚の硬貨を敷き詰められるか、あるいは三次元では球体の中にどれだけビー玉を詰められるかという問題と同じである。別の考慮として符号の選択がある。例えば、正六角形を四角形の枠に敷き詰めようとしても、角に隙間ができてしまう。次元を大きくすると、隙間となる空間の割合は小さくなる。しかし、ある次元で符号が隙間なく、 敷き詰められるようになり、それを完全符号と呼ぶ。そのような符号の例は、非常に稀である。ハミングフォーミュラ18、五例フォーミュラ19。もう一つ、よく見逃される点として、一つの符号語が持つ金棒の数がある。再び効果を例にすると、最初に効果を方形の格子に詰める。この場合、各効果には四つの金棒がある。正六角形では、 各効果は6つの金棒を持つ。次元を大きくすると、金棒の数は急速に増加する。結果として、ノイズによってある、符号号、金棒の別の符号号と間違う可能性も大きくなる。これは、ブロック符号の基本的制限であり、実際すべての符号に言えることである。ある金棒に間違う可能性は低くても、金棒が増えれば、全体としての誤り率は問題となる。 畳み込み符号は、電話回線用モデムや GSM 携帯電話、さらには、衛星通信や軍事通信機器にも使われている。ここでのアイデアは、入力となる、メッセージ群のシンボル列の重み付き相和として、各符号後のシンボルを作成するということである。これは、線形自負変形において、入力とインパルス応答が分かっている時に出力を求める畳み込みに似ている。 従って、畳み込みエンコーダの出力は一般に、畳み込みエンコーダとレジスタの状態に対する入力ビットの畳み込みである。基本的に畳み込み符号は同等な、ブロック符号以上のノイズ耐性を保証しないが、多くの場合、同程度のブロック符号よりも実装が大幅に単純化される。エンコーダは、大抵の場合、状態メモリとフィードバック論理。 通常 X アゲートを持つ単純な回路である。デコーダはファームウェアやソフトウェアで実装される。畳み込み符号のデコードに最適なアルゴリズムとしてビタビアルゴリズムがある。その計算負荷を減らす単純化手法もあり、最も可能性の高い経路だけを探索する。これは最適ではないが、低ノイズの環境では良い結果となることが分かっている。 最近のマイクロプロセッサでは、この縮小された探索アルゴリズムで平均毎秒、4000符号語以上のデコードが可能である。暗号及び暗号符号化は、第三者の存在下で安全な通信を行うための技術である。より一般的には、敵対者をブロックする通信プロトコルの構築と分析に関するものである。データの機密性と完全性、認証。 被認防止などの情報セキュリティの様々な側面が現代の暗号の中心である。現代の暗号は数学、コンピュータ科学、電気工学の分野の境界上に存在する。暗号化を応用したものには ATM カード、コンピュータパスワード、電子商取引などがある。電装路符号、デジタルベースバンド変調、または デジタルベースバンド送信方法とも呼ばれるは、データ伝送炉を介して、デジタル信号を伝送する際に、デジタル信号をデータ伝送炉の特性に適した電圧、電流、または光子のパルス波形に変換するための符号である。伝送炉符号は、デジタルデータ伝送によく使用される。伝送炉符号は、デジタルデータ伝送によく使用される。 伝送ロフ号は、搬送されるデジタル信号を、物理チャンネル及び受信装置の特性に応じて、最適に調整された振幅及び時間離散信号によって表すことからなる。デジタルデータの位置と例を表すために使用される、電圧、または電流の波形パターンを、伝送ロフ号という。伝送ロフ号の一般的なタイプは、マンチェスタ符号である。 符号理論におけるもう一つの課題は、同期を可能とする符号の設計である。例えば、位相変異符号がある。その詳細は本項目の範囲外だが、大まかに言えば、各携帯電話に特別な符号語が割り当てられる。転送時、その符号語を使って音声を表すビット列をスクランブル、暗号化する。受信機では、その逆を行って暗号解読する。 このような符号語の特性により同時に複数の携帯電話がそれぞれ個別の符号語を割り当てられ通話可能となる。一つの受信機から見れば他の通話の信号は低レベルなノイズとしか認識されない。もう一つの一般的な符号のクラスとして自動再送制御符号がある。この場合、送信機は長いメッセージにパリティビットを付与する。受信機は メッセージとパリティビットが一致するかを調べ、一致しない場合に送信機にメッセージの再送を要求する。ごく単純なものを除いて、ワイドエリアネットワークで使用されるプロトコルにハズワークが使われている。例えば、SDLC、TCP、X25 などである。この分野では、拒絶されたパケットと新たなパケットの一致問題という部分でも研究が進んでいる。つまり、 新たに受信したパケットが再送されたものか、それとも別の新しいパケットなのかを識別する問題である。一般にパケットに番号を振ることで対処するが、プロトコルスタックがある場合、再送を制御する階層が異なる場合がある。TCPIP は両方の技法を採用している恒例である。コネクションのある場合、TCPIP は ARC 符号による再送を行う。 しかし、コネクションがない場合、アークは使われず、アプリケーション層で必要に応じて、再層を制御しなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。